そんなんてさ絶対捕まらんやん。まあ捕まらないですよね。間違いなくハンドファーストですよね。そうですね、ハンドファースト。はい、じゃあ、わかんないそれ。もうすぐ、あ、だから返すなっていう表現になると思う。あ、そういうことか。返ってないね、でも。え、うん、これじゃ上手くはなれないです、ゴルフは。うん、ちょっと分かりにくかったんで、次回はもうちょっと分かりやすくしてください。誰に言ってるの。はい、こんばんは、テイテイゴルフチャンネルの桜井です。どうも皆さん、先輩の酔っ払って頑張って。今日何時、今11時。はぁ、もうだってもう飲んでたんだよ俺。もう10時半には寝ようとしてたんだよ。早くやろう。はい、はい、じゃあ2番なんすか、なんすか、じゃあいいですか。お願いします、はい、何でも、ね、何でも来いよ。何しようかな。なんかこれとなりそうですね、この感じ。先輩が質問してもらって、なんかちょっとでも腹立ちますね、後輩がなんかしてるのが。いや全然腹立たないよ。あ、勉強になります。うるさいわ。ほら、ほら行くよ、じゃあ。はい、行きましょう。はい、はい、そしたら、フェースローテーション。おぉ、フェースローテーション。いいこと言うね。いいこと言うっしょ。いいこと言うね。ブレーキングダウンじゃないですか。そうだ。フェースローテーション、それって言いますね。結構言うじゃないですか。あ、めちゃくちゃ今最近言いますね。あれって結局なんか、上級者ほどフェースローテーションをしないとか、はい、抑えるとか、はいはいはい、よく言うじゃないですか。はいはいはい、ちょっと眠いですか。ね、ちょ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 、こっちが頑張ってるんです。上級者の、上級者の。ほら。もう、はい、ちゃんとやろう。ちゃんとやります。はい。じゃあ、ペースローテーション。ペースローテーション。うん、あれって、例えば、はい、残りピンまで100ヤード。100ヤード。おお、はいはい。で、まあ、アゲンスト。はい、で、まあ、ピッチングでちょっとライン出ししようかなって言った時に、ペースローテーションを抑えて、左避けたいなと。でその時にこうフェースローテーションを抑えて、はい、フェースを返さないように打つとか、はいはいはい、そういうシチュエーションって、はい、まあ初号やったら何度かあると思うんですけど、はいはいはい、なんかあれって結局なんか後日動画で見たら、はい、練習の時にフェースローテーションを使わずに打つと結局フェース返ってんじゃんみたいな。はい、みたいな。でもなんか現実的になんか出球はまっすぐで、はい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 、まあちょっとフェードを気味に飛んで、うん、ああなるほどなるほど。あ、じゃあ今回そのスイングって、うんうん、あのそのラインピッチングとかでライン出した時に手を返すのか返さ、はい、あ返さないつもりで返ってるっていう動画見たら、そう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 。だからじゃあ何その言葉を使わないといけないのかって。そう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 。ああなるほどなるほど。なんか返さない意図で打った時に、はい、結局フィニッシュとかなんか動画で見たら、はい、結構返ってるんですよ、みたいな。こうなるんですよ。そう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 。多分これアマチュアの方おそらく返すなって言ったら、うん、まあこうきますよね。そうそうそう。こういうイメージになってますよね。そう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 。ですよね。うん、こうしたらこういうイメージ。そんなんてさ絶対捕まらんやん。まあ捕まらないですよね。だからその辺ですよね、その言葉の意味合いと現実を。でこれ結構レベルに応じて言う思うんですよね。めっちゃ上から来た。めっちゃ上から来た。なんかいやだってまあ僕レッスンやってるじゃないですか。はいはい。まあ言ってそのザープロを見てますけど、はいはい、結局アマチュア、結局というかアマチュアの方多いじゃないですか、うん、でやっぱ一番多い、うん、一番多いのが、うん、やっぱ結局そのプロって、はい、まあ、肘こう開いても怖いとっても、はい、怖いとっても手はこうやって返ってるとか、あ結構こう左と右手がこう入れ替わってる、はははで、まあ、これがこう閉まってるプロも、まあ、こちらは大半多いですけど、こう閉まっ、あのこうやって開いとっても、まあ、よくチキンウィングとか言いますけど、こうやってとってもヘッドはこう返ってるとか、ははは。でもアマチュアの人ってこれがこうなってる人多いですよね、はい、あ結構よくその形は見ますね。こうなっちゃってるって、はいはいはい、でこれってやっぱそういう人にはちょっとこうローテーションをまず覚えましょう、うん、もう結構フェース使っていい。ああ全然フェースを使って、はいはい、ヘッドっていうのは、まあ、しっかりローテーションしてまずボールを使う前ましょう、うんうん、っていうのはまず僕は基本かなと思ってるんですよ、うん、なるほど。ただ、まあ、いろんな打ち方あるんで、うんそうっすね、じゃあめちゃくちゃショットで上げる人、あ
に警戒しましょうって言ったら、もう左どっち一品じゃないですか。確かに。はい。でもまあ今回のは100ヤード以内でピッチングそうってことですよね。うん、アプローチとか、はい、ウェッジとか、はいはいはい、その辺でちょっと低くライン出したいよ、はい、ピンに直接、はい、一直線のピーンと、ああいう感じで打ちたいって時に、はい、果たしてこれボールって捕まえていいのか。ああなるほど。じゃあ仮に、ああなるほどね、あの、じゃあ先輩、はい、ごめんなさい、サンドウェッジと、はい、スプーンです。ドライバーちょっと手浮いてるんで、はいはいはい、サンドウェッジとスプーンだったらどっちが捕まえやすいですか。サンドウェッジでしょ。それはサンドウェッジですよね。それはサンドウェッジですね。じゃあピッチングと3番、ピッチングと3番だったら、それはピッチングでしょ。そうですよね。まあ、なんでかって言ったらもう分かりますよね。はい、何ですか。いやいや分かってると思いますけど、はい、まあ、ロフトがある分ボールってやっぱ捕まりやすい。なるほどですね。捕まりやすい、で捕まりやすい。じゃあライン出し、うん、いきます。ハンドファーストで構えますか、それともハンドレートで構えますか。ライン出し、もう間違いなくハンドファーストですよね。そうですね、ハンドファーストです、はい、じゃあハンドファーストに構えます。はい、ここでじゃあ構えましょうって言った時にグリップってウィークになりやすいですか、それともストロングになりやすいですか。え、わかんないそれ。もうすぐガチでわかんない。もう一回やって。ハンドファーストで構えた場合、うん、ストロングになりやすいのか、はいはい、ウィークになりやすいのか、どっちが握りやすいと思います。ストロング、あ、どっちだろう。もう一回言いますよ、うん、じゃあ逆に、うん、いやぞ、僕の多分形見とけばいいです。ハンドレートで、ここでハンドレートですね。はいはい、ここでじゃあストロング、あ、大丈夫ですか。ここでストロングで構える、ここでウィークで構える、どっちスッキリしてます、こっちの時は。うん、ウィークですよね。うん、いきますか。じゃあ次ハンドファーストでウィーク、あ、ストロングだ。そうでしょ、絶対ストロングじゃないですか、うん、だから結局やっぱりライン出しってハンドファーストでこうやって打つ人いないじゃないですか。確かに確かに、絶対こうやっとって、うん、バッて打つから、ハンドファーストにするってことはストロングになるんですよね。で、なおかつピッチングとかロフトがこう寝てるやつっていうのも捕まりやすいんで、うんうん、だから返すなっていう表現になると思うんですよ。ああ、そういうことか、はい、あれ、それガチか、ガチで今知った感じじゃないですか。いや、マジでちょっと今はず…いや、知ってたよ。あ、知ってた、あ、ごめんごめんごめん、いや、知ってた、知ってた、うん、でも、ね、分かりやすく言うとそういうことですね。うん、なるほどね。ハンドファーストで構えたら、うん、やっぱこうストロングになりやすいじゃないですか、うん、どうしても、うん、ね、ここでウィークに握ろうとも、ここで、これ握れないですよ。握れないし、なんかもうロブショットですよね。全然ライン上にいっちゃうからね、はいはい、うん、だからライン出しっていうのはやっぱ、なるほどなるほど、システムとしてはちょっと右足寄りに置いて、うんうん、ハンドファーストに構えてロフトを、これ多いんですけど、かぶせる人が多くて、あ、確かにロフトを立てるんで、あ、っていうのもちょっとこうみんな誤解はねかもしれない。なるほどですね。で、短く持ってロフトを立ててハンドファースト、そうするとストロングになるんで、もうこのままこう正解していったら、それはもうグッバイですよ。うま、左グッバイなんで。え、でもさ、ショコ、はい、ストロングでやるとさ、はい、結構左怖いっていう人いるじゃん。はいはいはい、はい、そういう人でも全然いいんだ、ストロングで。全然全然ハンドファースト全然いいの。だから手返さないっていう。あ、そういうことか。そうです。だからこうしとって、うん、あ、帰ってないね。でも、え、うん、え、なんて言いました。帰ってない。帰ってるでしょ。帰ってる。帰ってる。帰ってないイメージなんですよ。確かに確かに、はい、ってことは、はい、結局、はい、え、じゃあ返してるけど、はい、自分の中では返してないっていうイメージ。そうです。だからこれ皆さん、いい、うんうん、基準を、い、あの、自分の持っていく基準を、やっぱり普通のスイングは動画とか動画上で見たら、やっぱりこう、この時に左手と右手がこう入れ替わる、うんうん、ね、何でもこうバレーボールでもこう入れ替わるし、うん、野球でもこうボクシングとかでもこう打たないじゃないですか、うん、絶対こう入れ替わる。ゴルフもここでパンってこう入れ替わるのを、まずこの形っていうか動画上の、うんうん、この写真を基準とした上での裸足だと思います。なるほど。これが逆にも普通のスイングがこうなってます、うん、入れ替わってませんと、うんうん、まあ、これじゃうまくは なれないです、ゴルフは、うんうん、
その人に、じゃあこうしてこうやって今の構えでストロングでで返すなって言ったら、これまんまシャンクするかもしれないです。あ、結構多くないですか、ライン出ししてシャンクするんだよねって言って。あ、あるあるちょっとある。そう、そういう時あるもん、たまに。そうそう、みんな、うん、でそこがちょっとで、あのってことなんですね。あ、まあちょっと誤解してるよっていうところ。誤解してるよ。だからもう100ヤード以内とかのやっぱこう、うん、ロフトガール捕まる、うんうん、ハンドファーストストロング捕まる、低回数チートチーグッバイ、うんうんうん、だから低回数さないようにって、まあ低回数さないようにライン出しっては言いますよね、うん、はい、なるほど。じゃあ結局は、はい、球は捕まえつつ逃がすっていうイメージでも、ああ、そういう、そ、そんな、そういう感じ、そういうイメージの方がいいでしょうね。捕まえて逃がすよ、はいはいはい、それで返さない、はいはいはい、いろいろまあありますけどね、こう本当にこうカットに振って、うん、ピュッてこうフェードでライン、低いフェードでライン出すとか、うん、うん、あるけど、うん、アマチュアだとあんまりね、それすると飛ばないんですよ、プラプラっていっちゃうんで。ああ、ちょっとバカにしたでしょ。え、ちょっとバカにしたでしょ。バカにしたでしょ。ちょっとバカにしたでしょ。危ない危ない、酔っ払ってる。本当にバカにはしてないですけど、うん、まあ基準はやっぱね、スイングの基準はこうやって、そうね、ローテーションがまず必須の上で、うんうん、じゃあこれができてないと基本ライン出し難しいと思いますよ。なるほど、ライン出しまで覚えるまでが。なるほどっすね、レベル的に。ってことは結局ライン出しの練習してても結局球捕まってくるってことですよね。はい、うっす返事。どういうことですか、うっす、どういうことですか。いや、ちょっと行ってみただけです。いや、僕的にはこう、球が捕まえられないとライン出しはできないと思うんです。ああ、なるほど。じゃあまずはフェースローテーションを使って、はい、まあまずクラブを覚えて捕まえていくってことですね。そう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 、なるほどなるほど。皆さん分かりましたか。はい、皆さん分かりました、今日の正午のレッスン。まあまあ、バンバン伝わりやすいと思いますけどね。確かに、まあ、それはね、正午が先輩、先輩、めちゃ、じゃあ、こんな感じでいいですか。いやいや、まあいいんじゃないですか、今日は。おい。まあまあ、とりあえずはいいんじゃないですか。とりあえず、うん、まあ、ちょっと分かりにくかったんで、次回はもうちょっと分かりやすくしてください。まず、本当に本当にガチでガチで誰に言ってるの。すいません。そう分かりました、うん、まあでもね、みんな皆さんがこう、はい、理解できるようにですね、ちょっと、あ、頑張れ、真相をこう暴いていきたいなと。確かにいうところで結構誤解されながら ね、うん、練習とかしてるから、だからこういう人でこういう言葉を言うとか、そうこういうの練習しちゃいけないよとかいうのをちょっと、うん、まあ僕もズバッと言っていけたら、うん、そうですね、わかりました。はい、じゃあ、はい、今日も締めようとして、だってもう僕のチャンネルなんで。あ、そうね。あ、いや、今日は締めてください。うん、はい、何時、正午、今何時、11時半、もう寝るよ、はい、はい、あと1分ぐらいですか。